スーパースポーツカーは GT レースという新たな舞台を意識して一つの高みに向かおうとしている。そして今それぞれを競わせる夢が現実となった。スーパーバトル GT カー世界王座決定戦。去年の NSX と今年の NSX の差っていうのは、まあ、去年はキャラウェイがコルベットがものすごいライバルで、フェラーリの348がライバルで、ポルシェがライバルで、コーナリングスピードをとっても348よりも我々の方が遅い。昨年のもう NSX と今年の NSX の差っていうものはもう歴然としてる。コーナーで他を圧倒するぐらいに速かった。雨の中でもマクラレンを抜き返せるぐらいのコーナーの速さは持ってるっていうのが今年の95年 NSX だと思います。ガルフのマクラレンで直線で抜かれる、でコーナーで追い詰める、次のコーナーで並ぶ、次のコーナーで抜く、でそういうのを繰り返してたら3回ぐらいそうやって抜いたりしてたら、ガルフのマクラレンが直線で待ってて、俺がスリップ使って出た時にこうやってやられたから、俺はグレートっていうことかなと思って親指こうやってやったんですよちょっと違ったみたいでしたね。去年1年目の参戦の時はここに出られるってことはすごい幸せなドライバーなんだなって思ったので、ね、今年感じたことはね、出るだけじゃダメなんだな、出てここに立たなきゃいけないんだっていうね、表彰台に。でそのためにはノントラブルで6000回転で走って完走して表彰台に立っちゃいけないと思うの。あそこってものすごくそういうヨーロッパの文化があり歴史があるところだから、全開で走ってボロボロになったやつが勝つんだっていうような今年は気がしたね。だから絶対に攻めて攻めて24時間走って最後にチェッカーを受けた時に表彰台に立てたらものすごい幸せなドライバーじゃないかなと思ったね、今年はね。足がね、柔らかくて、多分ダンピングが結構効いてるよ。おお、早い早い。さっきのポルシェの RS よりもだいぶパワーを上げてる感じがしますね。若干アンダーが強めですね、こういうタイトカーブではね。から、まあ、足がちょっと柔らかめなんで、フロントの音があんまりクイックじゃない。非常にね、フェラーリとしては乗りやすい。ブレーキがね、よく効くようになったな、フェラーリ。まあ、タイの構成とか上がってきた証拠だね。ちょっと路面のアンジュレーションに対して車が跳ねちゃいますね、ピョンピョンと。
足硬いんだけども車がちょっと跳ね気味なんであんまりロードホールディング良くない。エンジンはかなりフレキシビリティがあってね、あのいいんだけど、まあ、限界を超えてる時のリアがリバースしてる時の感じはつかみやすいですね。サイドターンが得意って感じかな、そういう意味では。まあ、今ちょっと3車乗ってみたわけなんですけども、まあ、ちょっとコーナーの R が非常に小さいんでね、本来フェラーリポルシェが走るようなステージじゃちょっとないような気がします。で意外に良かったのはフェラーリのブレーキなんですね。あのフェラーリは特にあの前後重量バランス非常によく取れてて、でステアリングもあのパワーステアリングが非常に乗りやすいんですよね。あの足はそれほど硬くないんですが、まあ、あのロードホールディングもしっかりしてるし、意外とあの万能なセッティングになってる。ポルシェはだいぶ足が硬いんですが車が全然跳ねなくて、まあ、その辺が非常にロードホールディングいいところがあったんですけども、まあ、ヘアピンみたいなタイトターンだと、まあ、大高くて少し抜けていっちゃうところがあった。で NSX はともかく、足はだいぶ硬いんですけど車が跳ねちゃうっていうのと、まあ、ステアリングがだいぶキックバック強いし重いということでね、まあ、限界がちょっとピーキーなところもあるんで、あのかなり乗り慣れてないと振り回すのが一番難しいかな、まあ、逆にその辺がレーシングカーの雰囲気を味わうという感じではいいのかもしれないんですけども、すげえいい音だわ。いつ乗ってもこの車のパワー感半端じゃないよ。このこれ分かる、ノーズが浮くの。ちょっとねスポーツカーとしては足が柔らかいね。サーキットとかそういうワインディングには合わせてないっていうか、ちょっと柔らかいような気がする。ただなぜね柔らかいながらもこんだけハンドルがダイレクト感が出るのか俺分かんないね。だから街乗りレベルとしてはすっごいいいと思うよ。ハンドルは重たいけどね、あとブレーキがね重たいブースターついてないから、効きが悪いな。ただこの加速感他の車ではなかったね、考えられないね。久々にマクラーレン F1 乗ったんですけど、こういうワインディングは初めてなんですけどね。かなりやっぱり前も言ってたんですけど、前後のピッチングでかいですので、それでエンジンだけはすごい月がいいっていうか、もうはっきり言ってレーシングエンジンですから、この辺の、荷重の前後移動が激しすぎちゃって、できればその辺もう少し硬い足でもいいんじゃないかなと、国産の方の、ベールサイズですね、とりあえずパワーは5000回転からっていうところがすごくて、ただその下と上とのつながりがあまりにも尊すぎちゃって、はっきり言ってワインディングじゃもう少しパワーをダウンしてもいいんじゃないかなと。サスペンションなんかはかなり、いいんですけど、最初の初期はいいんですけど、その後が抜けちゃうっていうか、ちょっと、車の剛性と、あともうちょっと僕はスタビあった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。あとすごく良かったのがこのエスプリですね、エンジンのそのなんていうかな、途中っていうかターボを効き始めるところのマイルドさと車のバランスですね、すごい良かった。ただ S タイヤ履いてるからちょっと怪しいなっていうところあるんですけど、ただこのままのバランスで、普通のタイヤで、同じバランスが保たれるんであれば、かなりこれはワインディングで楽しいんじゃないかな。さあそれではですね、話題のフェラーリ355をちょっとチェックしてみたいと思います。まあ、いろいろとねこの車工夫が凝らしてありそうですからね。確かに、私がね見たところ、まずちょっとびっくりしたのはこのブレーキシステム。これね、中パッと見見えないんだけど、はい、真面目なブレーキダクトがついてるのね。レーシングカーまんまみたいなね。そうそうそう。だからね、こっから本当に蛇腹のパイプを使って、それでね、この前にここ、こっからね、ちゃんと吸うようになってるのね。再び丸型のテールランプになったの。デラーって感じ。かっこいいよね。このちょっとスポイラーになってて。そうそう、絶対いいと思うんだけどね。ちょっと薄っぺたくなって。でこのオーバーハングのなさ、後ろのね。そう、エンジンルームがまたいいですよこれ。あ、なんかもう手近づけたら楽になる。本当。なんですけど、
とにかくエンジンの搭載位置低いでしょ。で、ほら、パイプバルブでしょ。 あと、特徴がリアがね、リアじゃねえや、はい、裏フラットボトムなんですよ。で、まあそこから中ダクトがついてて、はいはい、それで、エンジンルームに空気を入れてる。ボディ、仮面が全部中ダクトみたいな、そうそうそう、結構こういう形状になっててっていう、うん、じゃあ次は室内です。まず、こいつパワーウィンドウ、オートがついた。これフェラーリも結構なんかね、今っぽくなりましたね。全世界を意識して、ね、どうしても気に入らないのがフェラーリのこの立ったステアリング、はい、あとでかいシート。ところが、うん、この度発売された355はですね、うん、ステアリングにシルエットがつきました。これはどうしたことか。しかし僕みたいな細身の体だとどうしても体がガタガタしちゃうんですけど、それもこれを見てください。これは何？ほらダイヤル一発でシートは小さくなってしまいました。本当だ、僕のようなこの細身の体でももうホールドはバッチリ。リクライニングも自由自在。それに今回はこの見えますか、 ABS スイッチも、そう、これで室内から ABS のオンオフもできる。それでまあフェラーリっていうとトランクルームはどうなのかっていうこと、うん、結構ね、これが今お見せしましょう。それではビヨーン。あら、あ、これからあの神国あっち。あら、これは誰って俺よく知ってんだよね。はい、お名前をどうぞ。大志孝子です。何やってんだよ普段。95年のザックサイトレビューをしてます。何やってんだよこの中で。ここでちょっといやフェラーリってこんなもんまでついてくるんですね。さあロングランチェックです。今回はですね、あのドライバー、まあ、高い車なんでコントロール性悪いんじゃないかというドライバーですけども、こういうメンバーでロングランをします。東京に向かって、一般路、狭い道、高速道路全部走って、こういう車の実用性をチェックしようということで、ちょっと雨もひどいですけども行ってみたいと思います。行きましょう。とその前に本バトル、まずは GTR から。ルートはご覧の通り。スーパーバトル初のツーリングはドライバーもスーパー。編集部が行うスタイルとはちょっと変えて、走りながらのインプレッションを各自が話せるようにした。ねえちょっと、高子も忘れないで。なお、ベイルサイドスープラはミッションの調子が悪く、バトルに備え一旦お店に戻りました。大きさとしてはすごい日本では扱いやすい大きさだと思います。硬さも僕好みのいい硬さをしてますね。硬からず柔らかからず、ただ音がやかましいですね。今4速で60キロで2450回転、それでもトルクあってちょっと向くとわーってこうやって加速するし、ドライバビリティもすごくいいし、音も静かで乗り心地も非常にソフトでいい感じ。パワーステもついて片手運転も楽だし、エアコンもよく効くしで、本当にこれいいなっていう感じです。先ほど皆さんが、4速で走るとちょうどなんて言ってましたけど、この車5速の1500回転でずっと走ってました。そこから踏んでも加速するどころか自分の車よりも加速感はいいですね。ということで拓也君どうぞ。ね、服部のマクラーレンのね、エキゾースト4本かっこよく見えんだけど、それ全部ベンチレーションで俺の車の室内に入ってきちゃってんだよな。まあそれはそれと、 NSXR はちょっと硬いですね、足がね。筑波でしか乗ったことないんですけど、僕は筑波だとすごく F3 みたいにピタッとしてくっつくんだけど、もう跳ねちゃってちょっと腰が痛いですね。乗りやすいけど、ただ欲しいのがエアコンとパワーステかな。これはまだ今2、30分しか乗ってないけど、2時間ぐらいのドライブになるとちょっと辛いですね。で、600馬力出てる車にしてはもう全く普通、ちょっとクラッチがね、慣れるまで時間がかかるかもわかんないですけども、普通に走れる。それはやっぱり国産車のすごいところでしょう。温泉街によくある狭い道、
バスとのすれ違いも普通車並みに OK。 中で見かけるこんな橋の場合は、服部の車はもうそれからあと 5センチ いけないでしょう。今のねすれ違いに関してもポルシェだと全然問題ないですね。フェラーレもバックミラー以外問題なし。NSX は全然ノープロブレム。 ETR は4駆だから大丈夫。 ETR は4駆だから大丈夫ってそれ全然答えになってないけどやっぱ4駆はすれ違いの後ですよね。タクちゃんのスーパーカー助手席お姉ちゃん乗り降りチェック。タクちゃん待たせ。ボンジュン。ボンジュン。あのさ、はい、顔が見えないんだけどさ、景色は悪かな。でも弁護が前向いて。フェラーリはどうかな。タクちゃんお待たせ。遅いじゃないよ。ごめんね。じゃあ行こうか。はい。まあ、ツーシーターの普通のクーペでランナー君乗り降りできちゃいましたね。さて続きまして NSX-R。 ハロー。ハロー。これ国産車も悪くないだろ。そうね。この距離はちょっと遠かったね。さよなら。あら、あら、もう行っちゃうの。よいしょ。よいしょじゃなくてやれ。さあ続きまして彼ら RS クラブスポーツです。ちょっと複雑にロールバー入ってますからね。おはよう。おはよう。タクちゃん、この柵何？いや、柵ってちょっとね、今日ね、何？今日レーシングカーで来ちゃったんだよ、デート。そうなんだ。そうそうそう。さて、いろんな車でデートしましたけども、乗り降りはどれが一番楽だったんだろう？乗り降りはマクラーレンが一番良かったです。意外とそうだよね。ドアは上に開くんだけども、すんなり助手席はすぐ近いんだね。さあ、再びスーパーツーリング。一行は交通量の多い国道1号線へと入った。よく見えるよ。まだ見えるよ。ミラーちゃんと映ってるよ。まだまだ映ってるよ。ボフの尾形も見える。見える。あのね、これ中2つミラーあるでしょ。すごいね、四角ないよ。多分ね、そういう後ろの視界性っていうのはね、すごい一番いいんじゃない、この中のミッドシップカーの中で。そして高速道路入り口。ただでさえ自動発見に手間取る人が多い中、スーパーカーはすんなり券を取れるかな。問題なし。全然問題なし。全然でもないけど問題なし。あ、取れない。あ、無理だ。お、うるせえんだよ。早くしろ。これは問題ないでしょ、この車は。あ、問題あるよ、これ問題。問題あるよ、ポルシェもこれダメだ、4点式ベルト。なんだよ。みんながマクラーレンに会うことは少ないと思うけど、ポルシェみたいな場合は結構ある話。そんな時は優しく見守ってあげましょう。この雨で高速道路のインプレッションはできず、無事に到着した海老名ではマクラーレン担当の服部選手を除き、キャスターの話はフェラーリに集中した。なんか信じられないような嵐の中を走ってきましたが、お疲れ様でした。無事着いて、でまずあのマクラーレン F1 って公道を走らせるの初めてですよね。
やっぱりね、ロードゴーイングカーっていうだけあって、サーキットで前走ったことあるけど、やっぱりすごい柔らかく感じたのね。ただ一般道に来ればそれがやっぱり心地よいっていうかね、ちょうど、助手席はどうだったの？助手席はなんかパックリって感じで、すごい乗り心地はすごい良かったです、いや、フェラーリってね、乗ったことなかったんですよ。で、外で見てる限りね、ポルシェみたいにちょっとこうスペシャルな車なのかなと、ちょっとスペシャルな人しか乗れないのかなと思ったけど、初めて乗って、これはね、女性でも運転できる、いや、308、328、348っていうね、フェラーリは、フェラーリの名前はあったけども、やっぱり走ってみると結構裏切られる、あ、なんだ、こんな程度だったのかっていうのはあったじゃない。でも音はいいけどなみたいな、それがこの355になって、まあ、パワーエンジンも良くなったし、ハンドリングも良くなったし、それでいってその女の子にも乗りやすい操作性も良くなったしね、そういう意味じゃやっぱりNSX-R がいいとか悪いとかじゃなくてね、やっぱこれをやっぱし一つの手本にして、NSX-R や他の車もどんどんやっぱし良くなっていかなきゃいけないなと思いますよね。あのフェラーリでもここまで良くなったんだからね、結論的にスポーツカーはこうでなきゃいけないっていう、なんか革命を起こしたような車だね、この車ね、 F355 は。だから今後各メーカーはこういう車を見習って作っていくと、非常に乗りやすくて快適なスポーツカーが出来上がるんじゃないかな。まあ理想のフェラーリ復活っていうところなんですかね。スーパーバトル恒例実馬力チェック、協力は新しく1000馬力まで測定可能なシャシーダイナモを備えたベイルサイド。各社順調に測定が進んだが、なんとマクラーレンは非常用の牽引フックが見つからず、安全を考えて測定を断念。その他のデータはご覧の通り。エスプリはマフラーの影響が大きいのか、約100馬力のパワーダウンとなっている。最終ステージは筑波サーキットスーパーバトル。7月4日、西日本を襲った大雨の影響はここ筑波にも及び、ズレズレのウェットコンディション。朝一番のウォームアップ走行ではこんな場面も。ちょっと路面が滑りやすいんで、アンダーステアだと全然コーナー走れないんで、コンマンに下げさせて 2.35 にセットでした。でフロントへグッとブレーキングした時、荷重がかかるようにしたら、まあ、ステアバランスだいぶ良くなったんで、まあ、ミドシップ、今まで NSX 持ってきたけど、別なフェラーリ、新しい3高校の走りを見せたいなと思ってますんで、まあ雨で走らせてもらえるだけでも光栄だと思っておりますけど、挙動としてはね、やっぱり、まあ、サーキット柔らかめの足っていうか、今回は結構きついね、この路面とグッドイヤーの場合だと。とりあえず今、ウェットでポルシェに乗ったんですけども、やっぱり思った通り足がすごいハードでね、アンダーがすごい強いんで、ちょっと乗りにくいんですけど、ただバックストレートで雨の中で180キロ出てるから、やっぱり修繕時で感じたほど動力性能低くないなと、やっぱシャシーが上がってるんでパワーがなく感じちゃってるのかなっていう感じします。この車はですね、今なんとノーマルブーストで走ってます。もうパワーはいくらあっても逃げちゃうだけなんで、まあ、ストレートもね3速でフルスピンしちゃうぐらいなんで、ここをどうにかコントロールしていけたらなと思っております。やっぱりこの路面なんでね、どうしてもアンダーオーバー出ちゃうし、パワーがものすごくあるんでね、そのスロットルの使い方次第でラップタイムがコンマいくつ変わってきちゃうんでね、優しい踏み方すれば、まあぶっちぎりでしょ、そんなね、舶来の車には負けないですよ。ナンバー付きなんだからそんないじる必要ないんだよね。NSX は何にもしなくても大丈夫。 NSX-R はルマンで無敵です。雨なんか降った日には何でもやっつけちゃいます。バトルグリッドはタイムアタックの結果、いつものように遅い順。 4WD のエスプリはハンデをつけてあんな後ろからのスタート。赤ランプ点灯、スタート。おっと、服部マクラーレンスタート出遅れ。タクヤエスプリものすごい速さ、四駆を生かしてもう追いついてきた。リプレイはちょっと動いてた大井スープラ。お
大外から行っちゃおうっと。おいおい土屋さん、危ないよそこは。怖いよ。世界最高峰のスーパースポーツカーがこの雨の筑波でどんな走りを見せてくれるのか。うと3位争いは大井スープラと黒沢355。おい大さらに後ろから拓也エスプリ。危ないよ危ないよ大井さん。後ろ3台は500馬力オーバーのモンスタースポーツ軍団。さあバックストレート勝負だ。ああシフト見せちゃった。ストレートが抜群に速いマクラーレン。でも最終コーナーではおやじ邪魔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 。おいおいもう来ちゃったのかよ。エスプリ GTR ウェット強し。一周で一気に3位に浮上。ルマン帰りの土屋さん、筑波はスカイラインの方が早いんですよーだ。あ、4区は早いわ。ビリ争いは04が早かった2台。黒沢355が土屋 NSX に仕掛ける。F355 並んだ。じいさま、じいさまやるな。おいおい高すぎるよ君、バトルするにはどうしていいか分かんないじゃないか。さすがにおいちゃんもマクラーレン相手じゃ切れた走りができない。早速で抜けちゃうんだよ。タクヤエスプリすんごい加速。何キロ出てるんだろう。100キロ超えたかな。バイバイ。ここだけは早い。しかしブレーキングはナーバスなマクラーレン。おいおいおいちゃん、インに入っちゃうの。ダメだ、つの来たら自分本当にコントロールできるのか。お互い大パワーを肉で伝えるためこんな日の無理は絶対禁物。特にハッちゃんは7600万円だもんな。コーナーは負けてない。バトルは3周目。2位争いの中谷ポルシェ、黒沢355、土屋 NSX の3台は1ラップ目からずっといい勝負。あ、ダメ、ちょっと油温上がっちゃった。大事を取ってペースダウン。ああ。黒沢355、中谷ポルシェを捉えた。さらに NSX も接近して3人ともすでに超真剣の無言状態。しかしブレーキングは中谷ポルシェ、簡単には譲れない。そして最終コーナーでは土屋 NSX が詰める。バトルは残り2周。拓也エスプリ。いいよほら第一ヘアピンだってこんなに綺麗に回っちゃう。ほら国産車だってお金かければね、スーパーカーに負けやしないんだから。偉いな、俺若者に夢を与えてるな。雨だとちょっと二足がねトルクバンド外れちゃうんだよ。 NSXR を甘く見ちゃいけない。真剣だぜ。ちょっとコメントなんかしてらんねえぞ。これ
ここが危ないんだよ。F355 に先行を許した R 仕様の2台パワーで若干勝るポルシェを相手に土屋 NSX の作戦は？くそー、最初ぐらいしかねえのかな。まっすぐ速いな、ポルシェも。このエスプリのスカイラインまで、ね、いいよ、これ足ニュートラルステアに仕上がってるよ。雨でも怖くないもん。さあ、土屋 NSX、ポルシェをぴったりとマーク。最終コーナーをイン側に立ち上がり、1コーナーで勝負か。さあ、中谷ポルシェ、NSX の突っ込みに若干インを開けた。はい。しかし、一方、大井スープラは服部マクラーレンをパスし自分のペースで追い上げを開始したが、間に合うのか。あ、なんだ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 、おいおいおい、こんなとこ止まんなよ。最終ラップのストレート勝負、3位争いはまだまだ続く。悔しいな、まっすぐ速いわ。さあ、チェッカー拓也、エスプリ、ガスケツにもめげずトップでゴール。ああ、また土屋 NSX はベストタイムでポルシェを上回ったものの4位、5位の大井スープラは最後のパフォーマンス。内圧調整したのが効いてたな。左が 2.35 で右が 2.45、 微妙にさ、ステーバランスの違いがあるんです。ブレーキがちょっと後半フェードしてきたかなって思ってな。今日はでもパワーと四輪駆動に助けられた一等賞だったんですけど、すごくセッティングが出てるんですよね。はい、あのコーナリング中ニュートラルステアで曲がれる、ブレーキもいい。で、立ち上がりのパワーはドライバーがアクセルワークで、修正すればいいんで、まあ値段だけじゃないってことですね。若者、スカイラインでも勝てるぞ、スーパーカーに。俺はね、あのレーシングカーだから万能ってわけにいかないんですよ。だから雨降ったらちょっと柔らかくするとかね、晴れだったらちょっと硬くするとか、そういう車高調整がついてるんで、そういう合わせることやればもうちょっとのコンディションに合うと思うんですけど、今日はこのコンディションはフェラーリは僕はベストマッチだと思いますね。後ろから見てる限りでは、フェラーリの F355、 そしてポルシェのクラブスポーツ、これよりはコーナーは全然早いですね。ボディ構成もしっかりしてるし、ステアリングに対しても忠実に入ってくる。で、クリップから先の立ち上がりでもいち早くアクセルは入れられます。やっぱりストレートで離されちゃうかな。でもやっぱり車載カメラを見てもらえば分かる通り、コーナーは NSXR が一番早いと思います。残念ながら途中で油温が上がりました。やめました。あの車をエンジン壊したらどうなるかって頭がキラキラキラってよぎってすぐやめました。パワーはあるんだけども、そのエンジン特性っていうのがもっと、まあ、パワーターボで上げていっちゃうと仕方ないところだと思うんですけどね。エンジン特性がああだともうどうにもならんな。それでだから680馬力出てても路面に伝わってるのは、まあ、250馬力ぐらいかな。マクラーレンは別格として、今回の特集で光ったのは F355。 もしかすると手が届くかもしれないスーパーカーについてガンさんがまとめる。荷重変動が大きいんでね、ちょっと乗りにくい。その代わり雨だったからそれを利用して、アンダーを消したみたいな走り方にしたんですが、まあ、非常にそのために神経は使いましたね。いいバトルをしたのが355とポルシェ RS と NSX-R、 本当にいいとこ勝負。まあ355のエンジンがね、5バルブっていうんで高速がちょっと回るんでね、ちょっと裏のストレートでちょっと気持ち離せるかなと。あとはほとんど変わらない。まあ僕からはっきり結果から言っちゃうと、車の良し悪しはもうない、この3台は。あとはオーナーの皆さんがね、どれを選ぶか好き好きだな。